ピクセル 3A でサイズが大きい動画を削除する方法。設定をタップ。ストレージをタップ。動画をタップ。右上の四角のアイコンをタップ。右上の縦に並んだ3つの点をタップ。並べ替えをタップ。 大きい順をタップすると、サイズが大きい動画が上から並びます。消したい動画の縦に並んだ3つの点をタップ、ゴミ箱に移動をタップ、これでサイズの大きい動画を消すことができます。